いやめちゃくちゃおしゃれでした、ありがとうございました。いい、ありがとうございます、はい。まあ、実際実はストーリーハウスの YouTube の第1弾で上げている私の自宅のコーディネートもお願いした経緯がありますので、結構似てる部分もあったと思うんですけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい。そしたら続いて今ちょっとウッドデッキの外の方に出てきておりますけど、ちょっと、ウッドデッキのところのちょっと動画を撮っていきたいと思います。はい、はい。で結構まあお客さんで聞かれるところでウッドデッキのメンテナンスに聞かれることが多いんですけど、まあ、実際、小箱の24坪ですかね。そうです、24坪です、はい、はい。に積まれてて、まあ、実際ウッドデッキがもうこの6坪ぐらいの大きさが標準でついてくるんですけど、実際積まれて今どれぐらいの期間を積んでてますか。そうですね、5年半。5年半ぐらい、はい。その間特に何もしてないです。あ、本当ですか。やばいと思ってる。はい。はい。とこですね。はい、わかりました。ただ今日はじゃあ5年間何もやってないところの木材で塗装を、ね、やっていって、はい、まあ、どれぐらい、まあ、ビフォーアフター変わるかっていうのを、はい、ちょっと一緒に、やっていこうと思いますので、はい。はい。ちょっと色がですね、だいぶ変わってたんで、はい、そこの部分は研磨でちょっと落としたりとかっていうのを、はいはいはい、はい、やったりとか、デッキブラシでこう擦ったりとかはしてます。あ、そういうことですね。それ以外は何もしてないので、この状態で塗装をちょっとしていきたい。はい、わかりました。はい。そしたら、塗装については、はい、そうですね。正直素人の部分もあるので、はい、今日は特別ゲストを迎えてますので、はい、ご紹介よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。オスモ&エーデルの宮近所長さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。はい。自己紹介よろしくお願いします。はい。はい、ドイツの木材ホテルメーカーです。オスモ&エーデルと言います。宮近でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。宮近さんはね、もう私が新築建てた時の塗装も、はい、家の中の塗装も、ちょっとやっていただ、はい。あ、そうなんですね。そういったご縁がありまして。はい。で、そう、ご縁になって、そこからずっとお付き合いさせていただいて、はい、今回もね、そのコラボ。はい、お願いしたら、はい、心よく認めていただいたんで、はい、あの全国のね、あのこうフリークオーナーさんとかにも、はい、その話をちょっと専門的な話していただきたいと思います。はい、内村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、早速宮近さんにご協力いただいて、塗装の方をやっていきたいと思うんですけど、はい、まず簡単な工程の方を教えてもらってもいいですか。はい、工程の方ですね、ご説明差し上げます、はい。まずですね、塗装に入る前に、養生という作業をしていただきます、はい。実際に塗料がこうついてほしいところとついてほしくないところを分けていく必要がありますので、塗料がついてほしくないところに、これマスキングテープ、あとこういった養生テープですね、いずれもホームセンターに売られているものです。こういったものを使いながら、塗料がつかないように、養生していきます、はい。で、次に塗装に入っていきます、今回使わせていただくのはオスモカラーの、ウッドステインプロテクターというものですね、これ1缶3リッターになります。3リッターで約36平米の面積を塗れるような塗料になっております、はい。で、こちらから、道具の方を説明させていただきます、はい。まずオープナーですね、まあ、専用のオープナーになっております。まあ、缶を開けるときに使っていただくものですね。で、開けた後に塗料の成分が下に沈殿しております、それをまあ攪拌という作業を混ぜていただくための棒ですね。これでしっかりとあの沈殿した塗料を混ぜていただきます。で、塗料の準備ができましたら、次は、塗装に入っていくんですけれども、塗装道具3つございます、まず広い面積を塗るときに使っていただく、コテバケというものがあります、下にこう押し付けながら床面を塗装していきます、次に、スミットの部分ですね、まあ、大きなコテバケでは入りづらい部分をハケでなぞって、細かいところを作業していただく、まあ、筋貝バケというものがございます。あと、コテバケと筋貝バケでは、まあ、手が入らないところですね、こういった隙間を塗っていただくベンダーという道具ですね、この3つの道具を使って塗装をしていきます。
あと、作業が終わった時にですね、刷毛を洗っていただく刷毛洗い液、これで一度使った、道具をまた繰り返し使っていただけるように、刷毛で洗っていただくための、洗浄液ですね。これは油性用になっております。オスモカラーは、油性の塗料ですので、油性用の刷毛洗い液を、ご準備ください。はい、ありがとうございます。まあ、実際にこういった道具っていうのは、まあ、ホームセンターとかには売ってはいると思うんですけど、はい、まあ、なるべくお相撲さんの、専用のっていうところで、こちらはどういったところが購入ができますか？そうですね、はい、これ一式我々のオンラインストアでも販売しております。もちろんですね、道具につきましてはホームセンターで売られているものでも代用はできるかと思いますけれども、まあ、施工性ですね、作業のしやすさを考えると専用の工具をまあお買い求めいただけるのがいいのかなというふうに思います。わかります。詳細については概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。ありがとうございます。あと他にいくつか質問があるんですけど、はい、まず、塗料の、大きさ、まあ、どれくらいの容量を買えばいいかというのが出てくると思うんですけど、だいたい今この柳沢さん家のウッドデッキの大きさが、まあ、幅が2メーター、横幅が12メーターの約6坪ぐらいあるウッドデッキだと思うんですけど、はい、そういった場合はどれくらいの容量を買えば大丈夫ですか？はい、2メーター×12メーター、大体24平米ぐらいの面積今回ございます。で、先ほど申し上げましたように1館で、36平米、2階塗装して36平米、これ1館で塗ることができます。なので、まあ、本来でしたらこれ1館で、まあ十分なんですけれども、まあ、この面積というのが、新築時ですね、要は何も、まあ、木材が傷んでない状態の時の面積ですね。で、今回、柳沢さんのご自宅5年経過しておりますので、だいぶ木材が傷んできております。もうガサッとした表面になってきておりますので、新築の時にはやっぱり塗料がたくさん吸い込んでしまうんですね。だいたいその場合には必要量が 1.5 倍から2倍ぐらいになってきますので、今回まあ2缶ご用意させていただいております。まあ、これで十分かなと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、あともう一個あるんですけど、はい、まあ、小箱によっては、これは軒の出が長いタイプと、まあ、短いタイプのプランがあるんですけど、はいはい、まあ、それによって買う、大きさとか、あとは塗り方とかも変わってくるんですか？はい、はい、そうですね、まあ、最初の塗装は特に今変わりはございません。はい、一般的な塗り替えの時期、大体これはもう5年、塗った時であれば5年での塗り替えをお勧めしています。で、これもですね、日差しが当たる当たらない、まあ、北面か南面かで変わってきますので、今回軒がある条件で南面っていうような条件になってますので、まあ、今5年ですね、はいはい、これ大変理想的な、塗り替えの時期じゃないかなというふうに思っております。はい、じゃあ軒がないタイプだと、まあ、2年から3年ぐらいの周期で、はい、はい、そのくらいの周期をおすすめということですね。はい、はい、ありがとうございます。最後に、この木材の特徴を教えてもらってもいいですか？はい、はい、そうですね、ちょっとこれ耐久性の高い木材でして、杉材、国産の杉材の、ウッドデッキ材ですね。それに薬剤を注入してます。まあ、樹脂を注入することで、木材の表面がこう、まあ、傷みにくいように加工されているんですね。エコアコールウッドというですね、はい、商品でして、はい、まあ、グルコですね、電柱なんかの薬剤処理をしてたような、はい、九州木材工具さんという会社の商品でして、まあ、結構あちこちで使われているような耐久性の高いものです。はい、ですね。フリカもこちら表示になっておりますので、ご安心してください。はい、では早速、塗装の方に入っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。します、はい、まあ、まずポイントとしては養生ですね。やっぱりお家の、木材以外の部分に、塗装がついてしまうと、特に、まあ、石とかですね、テラコッタに落ちてしまったりするとですね、塗料が取れなくなってしまいますので、しかし、しっかりその辺の養生をしていただくというのがまずポイントとしてですね。はい、で、ウッドデッキを塗る際は、まずはこの溝の部分で、壁に近い隅っこだったりとか、まあ、大きな言葉けが入らないところをその次に塗っていただいて、最終的に、まあ、面を言葉けにしようというような塗装手順で、どんどんですね。はい、じゃちょっとお手本を見せてもらいますので、はい、お願いします。じゃあやっていきます。はい、隙間が開かないように、あ、なるほどです。
はい、巻きながら、隙間空いちゃってますね、はい、少しぐらいは。今回、色も茶系の色で、ウッドデッキと壁は比較的色が近いので、はい、まあ、少しはみ出したぐらいはそんなに気にならないかなと思います。ちょっとこっち取りましょうか。はい、ここそしたら、はい、ここまでやってしまうと、はい、中に入れなくなっちゃう。ああ、出入りされますか。はい、ちょっとトイレとかここしか入れないので。わかりました、はい、じゃあ一旦ここで、このビニールの養生はここで止めます。はい、ここだけ個別で養生するんですね。そうですね。はい、わかりました。はい、そして、用意したこのビニールをパラパラパラと上げると静電気でこう壁にペタッとついてくれますね。はい、あ、これでくっつくんですね。開閉する窓の方はビニールをそのまま貼ってしまうと、リーダーできなくなってしまいますので、まあ、今回簡単に黄色のマスキングテープを使って用意します。まとめとして養生 のポイントを最後とおさらいで伺いたいんですけど、トイがありましたので、トイをぐるぐるぐるっとこれで巻くような感じで、養生させていただきました、はい、それから、どうしても塗ってると塗料が地面に落ちてしまいますので、はい、ぐるりデッキ周りですね、風が強いところは石で止めてもらってですね、はい、石でございました、はい、では養生も無事終わりましたので早速塗る塗装の方の工程に入っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では早速塗料の方を塗っていきますので、はい、まあ、大事な部分になりますので、ちょっと細かく教えていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、塗装に入っていきます。はい、はい、まずですね、缶を開けます。この大きなを使いまして、はい、で下に沈殿しておりますので、しっかりと結構ですね、下の方に固形物が固まっているんですね。これをしっかりと、少しお時間かけてもですね、ここはやはり塗料のバランスが緩んでしまいますので、塗料とかですね、はい、はい、で、今度ここのトレーに入れます。ここでですね、どうしてもやっぱりそのまま缶をひっくり返してしまうと汚れてしまう。ああ、そうですね、はい、はい、この缶につくと、もったい取れもったいないしですね、汚れてしまうので、ちょっとした一工夫として、さあ、どうですか、養生器ミルオジン、量管理つけちゃいます。すると汚れずに済むんですね。まずですね、先に溝の部分をこのベンダーを使って、はい、はい、皆さんこの通りに入ってほしいですか。どれくらいつけたんですか。そうですね、そうですね、こちらからいただきましょうか。では、まずはこの隙間ですね、ウッドデッキの。おー、柳沢さん、はい、これで、はい、端、はい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 、これペタッとおつつけ方でいいんですか。あ、大丈夫です、はい、はい、で、ここに擦る、そうですね、この辺で塗料を少し落としていただいて、あまりこう滴りすぎないな、いいですね、はい、まあ、少し上に塗料がはみ出てくるんですけれども、後から、上のデッキ面というのを言葉で伸ばしていきますので、多少はみ出しても大丈夫です。
そしたら今隙間を塗りが塗れましたので次に、ぐっと表面をこの小手刷毛で拭いていきます。このペッタリ、はい、べったり、そうですね、少しべったりつけながらそこで落としていく、はい、そこでしっかり落としていく、はい、で、ウッドデッキ木材を貼った方向に縦方向に動かしていきます。上から抜くと、その上のこうはみ出たやつが綺麗になるってことですね。大体、はい、何往復ぐらいするのが理想なんですね。そうですね、大体まあ 2,3 往復していただけるぐらいの感じですね。で、伸びるところまで伸ばしていただいて、はい、そうですね、はい、もっと伸ばしてください。もしです、もっといきます。あ、本当ですね、結構伸びます、はい、もう伸びるところまで伸ばしてください。で、塗りすぎると少しこう刷毛の筋が残ってしまいがちなので、しっかり最後、もう一度刷毛を通して仕上げていきます。一般的には今まだこのウッドデッキの床面は塗ってないですけど、はいはい、柱からやっぱ最終的に床を塗った順番の方が理想ですか？そうですね、もう順番はどちらでもやりやすい方で結構です。はい、お疲れ様でした。暑いですね、はい、今日すごくいい天気ですけど、はい、で今、養生の部分と、まあ、隙間塗装ですかね、まあ、実際3人でやらせてもらって、大体、まあ、所要時間1時間半ぐらいですかね、ちょっと使ったところになりますかね、はい、はい、でちょっと今回の動画にはちょっと上げてないんですけど、実はこの、養生する前に下準備っていうのが実は必要でして、まあ、その、どういった作業をしたかっていうのを柳澤さんに説明を。はい、ちょっと、事前にやったんですけども、はい、こっちの側面の板ですね、側面の板だけがちょっとだいぶこう雨風に当たって傷んでたんで、そこで研磨しました。機械で研磨したんですけど、はい、それでだいたい1時間ぐらいですね、 12m 削るって意味ですね、表面削るか、はい、1時間ぐらいでやりました。で、あとはデッキブラシで表面のもずっと水をかけながらゴチゴチして、それは30分ぐらい終わったと思うので、大体1時間半ぐらい事前準備していただいたらいいです。はい、これだけ聞いてもいいですか？はい、結構今引き渡しをしたお客さんで、はい、結構ウッドデッキの掃除、あ、はい、結構汚れるので雑巾じゃなかなか取れづらいっていうんですけど、はい、今言ったようにウッドデッキ、デッキブラシでゴシゴシやっても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。しっかりと塗装が残っていれば、はい、塗料はもう撥水性がありますので、はい、上からもうジャバジャバと水かけていただいて、はい、汚れて、あ、ありがとうございます、はい、では、後半実際に、表面の塗っていきたいと思うんですけど、はい、大体所要時間どれぐらいですね？そうですね、今日は大体まあ2メーター×の12メーターですね、24平米ぐらいになります、はい、まあ、3人で塗りますので大体まあ1時間から1時間あれば塗れるかなと思いますね、うん、はい、はい、まあ、ご家族で楽しみながらですね、そうですね、はい、今からが一番楽しい作業ですね、そうですね、見ると、ウッドデッキが綺麗になってきます、はい、わかりました、はい、じゃあ実際にやっていきますね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあいよいよ、床の表面を塗っていきたいと思うんですけど、まあ、ここではまあどのくらいの塗布量、塗料を残していくかっていうのは適正な量ですね、見ていただければと思います。はい、はい、はい、自分の思うがまま塗っていただいて、はい、はい、ありがとうございます。塗りすぎですね。塗りすぎですか、はい、それをもっと伸ばしていっていただけますか？あ、もっとこれを、はい、あ、それもう一個こちらの面にも伸ばしましょうか、はい、2枚ずついきましょう、はい、ついつい塗りすぎちゃうんですね。そうですね、こっちを取ってこっちに、はい、木目が見えるぐらいが適正な塗布量ですね。そうですね、もう少し下に引っ張っていきながら、はい、いい感じになっていきました。そうですね、今みたいに、まあ、何列か自分で決めて、ウッドデッキ1枚なのか2枚なのか3枚なのか、決めて、まあ、塗っていくと施工性がいいかと思います。柳澤さん、遠くないですか？しまった、あそこだと
濃く乗りすぎて届かないですよね。届かない、はい、どうしよう。宮近さん、なんかないですか。あ、出た出た、秘密道具。何ですかそれは。手分ける次へと。ほうほう、専用道具なんですか。そうですね。意外とこれが便利で、まあ、立って仕事したりとか、はい、多くのものが受ける。おお、しかもおそもさんは何でもありますね。さすがですね。え、これおそもさん売ってるの。売ってます、売ってます。お、そうなの。どちらもオンラインストアで購入できます。これなんか背高いじゃんですね。腰結構痛めるので、ちょっと80超えの人はこれあった方が絶対楽だと思います。はい、はい、はい。ただちょっと乗り方のポイントでちょっと一つだけちょっと飛ばしたところが実はあったので、気づいてました。気づきました。説明してもらいたいと思います。お願いします。はい、端っこの部分ですかね。そうですね、はい、塗る手順ですけれども、この3つの道具の使い方、先ほどご説明しましたけれども、まずは隙間を塗りました。はい、で、本当はまあ次に隅っこから塗っていく必要があるんですね。隅っこね。はいはいはい、隅っこ、そうです。そこには小手分けは入りませんので、はい、先に隅っこを塗った後に、はい、それからこれ面全体に塗っていくという作業を塗って、で最後にこう塗るんですね。はい、はい。表面も塗ったんで、最後ちょっと横の小口とか、はい、アクリートの部分を塗っていきたいと思うので、ちょっとワンポイントアドバイスですね。はい、お願いします。はい、ここ事前にサンダーを当てていただいているので、比較的ツルンとした綺麗な塗ってますね。うんうん、ここにもしっかりと塗料を吸わせていきます。あ、一個気になったんですけど、はい、この表面はサンダーをしなくていいんですか。結構した方がいいのかなってイメージを持ってるんですけど、表面で言うと塗った後ですか。ま、前です。あ、塗る前ですね。はい、あ、もう塗る前は必要ないです。ないですね。よほども毛羽立って、木材の線がこう立ってるような、はい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 、危険性があるようなところでは、まあ、サンダーしていただいた方がいいですけど、はい、基本的にはもうそのまま。あ、いいんですね。あ、なるほど、わかりましたね。はい、で、まあ、一つポイントとしてこの小口ですね。木のこの断面が出た部分というのは一番塗料を吸い込みます。まあ、塗料を吸い込むということは水を吸い込んでいくので、ここからまあ、劣化が始まっていくんですね。はい、水を吸い込むとカビが生えて、木材が腐敗していきますので、はい、ここに塗料をしっかりと吸わせることで木材の腐れを予防できます。小口部分、まあ、横が木の断面が見えるところはよく塗るということですね。はい、そうですね。はい、では一旦一通り、塗装の方が終わりまして、大体後半の部分ですかね、床の部分と、まあ、横の部分で大体まあ3人で1時間半か2時間ぐらいかかりますかね。はい、で、まあ、トータルを合わせたら、まあ、下準備のところで1時間半からで、トータルでまあ3時間半から4時間ぐらい、かかるような形になりました。意外とちょっと個人初めて塗装っていうのをやらせてもらったんですけど、私も初めてでした。本当ですか。うん、はい、ちょっと思ったより、うん、まあ、下準備はね、しっかりしなきゃいけないことは分かりましたけど、簡単というか、うん、まあ、楽しくできたかなというのは率直な感想でございます。本当ですよ、はい、難しいと思ってます。ですね、はい、で、まあ、オスモ塗料っていうのは実際城南のストーリーハウスのモデルハウスでも使っておりますし、ちょっと特徴っていうのを最後に教えてもらってもいいですか。はい、はい、まずですね、今塗っていただいて匂いがなかったので、そうですね、はい、それすごく感じました。はい、原料が植物の油ですね。マルとか大豆の油でできています。なのでそれが安全なんですね。で、木に対しても実は一般的な合成樹脂の化学樹脂塗料に馴染みないんです。なのでこうスーッと木材に浸透して入っていく、自然で相性がいい。そうですね。で、まあ木に馴染みがいいと当然耐久性も発揮できますので長持ちする。まあ、ドイツ生まれると思うんですけども、ヨーロッパ工場も随分長く、きれいですから、そして、ありがとうございます。そしたらですね、実際に、まあ、家族と楽しみながら DIY っていう形で、まあ、簡単にできると思いますので、まあ、この動画を参考にですね、ぜひ皆さん、チャレンジしていただければと思いますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、めちゃくちゃ高いので、あざきました。あと、なんかご準備していただけるということで、はい、向こうにはお庭がありまして、いいですか、こちらの方にちょっと用意してますんで、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。お、すごい。おー。あ、
あれあれありがとうございます。あら、飲みましょう飲みましょう。セクシーのだが、いつ来たんですか。あ、遅くなりました。あ、遅くなりました。あ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ教えていただいてます。飲みましょう飲みましょう。ありがとうございます。セクシー代表とかです。はい、じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、乾杯しましょうか。乾杯しましょうか。じゃあ、君の瞳に乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。